危ない。まだ車きれいせやな。車はだから日産ノートだよ。150円しましたあのね、これラージサイズなんですよ。レギュラーサイズにしようってレギュラーサイズを頼もうとしたら間違ってラージサイズって言っちゃった。これ150円です。砂糖1本と クリーム5個入れてる。本当は砂糖2本3本入れたいんですけど、ダイエットしてるんで、いや、太っちゃうから。あ、わらてぶ太郎も。ブラックコーヒーとか飲めないですかね。結婚ではないと思いますよ。あ、これ邪魔だなと思ったら、ここのやつさ、邪魔だなと思ったらこうやってここにはめ込むとこ溝があるんだ。これ知らなかった。
だからずっとこうやって食って飲んでたんですよ。これはめ込む水道あんだね。知らんかったこれ。無駄に視力良さそう。あのね、視力いいことに無駄もクソもないからね。視力が良ければいいほど自分が快適に生きれるってことじゃん。視力にね、視力がいいことに無駄もクソもないから、うん、何言ってんのお前。視力良かったら快適に生きれるやん。無駄でも何でもないやん、うん、むしろ高性能で高スペックでしょ。ハイスペックですよ。俺視力はいい方なんだけど、なんか結構落ちたっぽいね。なんか視力検査みたいなのしたらさ、免許更新とかで暗い中でやっぱパソコンとか使ってるからだと思うんだけど、なんか視力めっちゃ落ちてた。全然悪くないし全然いい方だとは思うけど、昔えげつないぐらい良かったんですよ。数値はいくつか聞いてないけど、でも多分悪くないと思うよ。普通に全然いい方ではあると思うけど、どうしよう。これからどうしましょう。ノート壊れてないですよ。ナイスをしとく。どうも。何の車買いましたか？日産ノードです。シミはなんでそんなシミとか見たかった、もうやだよ、結婚とか言われるんだから。もうめんどくさいんだよ君たちが。